はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、城之内勝也です。さあ本日なんですが、このカードご存知でしょうか。高級円弾、これ史上最強のバーンカードと言われておりまして、このカードを発動するターン、レッドアイズブラックドラゴンは攻撃ができないと。その代わり自分のモンスターゾーンのレッドアイズブラックドラゴンの攻撃力分の大ダメージを相手のライフにぶち当てるというね、まあそういう効果になっております。はい、これ最大何ダメージが出るかっていうと、まあレッドアイズブラックドラゴンの元々の攻撃力分なので、一番高いやつを出せばいいんですよ、打点が。流星竜メテオブラックドラゴンっていうこいつらいまして、これレッドアイズフュージョンで出せるんですけども、レッドアイズフュージョンで出したモンスターっていうのは、まあレッドアイズブラックドラゴン扱いになりますんで、これで、流星竜メテオブラックドラゴンを出すと、なんとね3500バーンができるんですよね。3500バーンができるんですよ。やばいでしょ、これやばいですよ。で、まあ一応まあ2枚使ったら7000バーンなので、あとまあ1000削れればまあ勝てるということで、これレッドアイズのこのメテオブラックドラゴンさん、これ実はバーンダメージ持ってまして、これ特殊召喚、まあ、融合召喚に成功すると、手札ができたらレッドアイズ墓地を食って、バーンダメージ与えると、もともとの攻撃の半分の。なのでですね、なんとですね、流星竜ブラックドラゴンを出し、黒炎ダーモン2発撃つと勝てるっていう。ゴミみたいなね、戦術が、まあ、成立するわけですよ。これをね、今日はやっていきたい。はい。なので、コンボパーツなんと3枚となってまして、先行ワンキルに必要なコンボパーツ。レッドアイズフュージョン、黒炎弾、または黒炎弾の代わりに、連続魔法でもいいです。これは通常魔法カードの効果コピーするよっていう効果があるんで、まあ、これ黒炎弾を打った、その効果に遅延して速攻魔法、連続魔法を打つと、黒炎弾が2回打てるみたいなもんですから、まあ、これでもいいです。はい。で、レッドアイズフュージョンは、まあ、まだマスターズデュエルでは禁止になっていない、アナコンダとかいうやべえモンスターで打てますんで、結構簡単なんですよ。で、まあ、その、まあ、パーツを集めるために今回は、黄金色の竹光っていう、まあ、ぶっ壊れドローカードを入れてまして、イゾルで作ってから、ドローしてアナコンダ作ってレッドアイズフュージョンしてからめっちゃドローして黒炎弾引くっていう構築になってます。はい、先行ワンキルが可能でございますので、早速お相手氏に着席だけしていただくことにしていきましょう。デュエルスタンバイ、先行着席伝説。あー、割とハンドいいんじゃない、これハンド良さそうな気すんな。ネオスペースコネクターを召喚、ネオスペースコネクターの効果発動。うらら、投げてもいいぞ。投げないのか、ちょっと手札一回カンニングするわ。じゃあネオスペースアクアドルフィンの効果によって、これ妖刀竹物を捨てるっていうね。あー、双剣ね、神竜双剣だ。オッケー、相手にとって不足はね、妖刀竹物の効果発動、妖刀竹物でここの色の竹物を手札に加えていく。そして戦速2体で、力召喚現れよ、聖騎士の追走イゾルデ。これピーピングできるから意外とあれですよね、その成功失敗がすぐ分かるからいいですよね。ニビルとか握られてると、あー無理だわってなったりするから。割とね、まあ成功するか失敗するかすぐ分かるっていうのがいいと思うんですね。でリナルドを特殊召喚で、さあリナルドの効果と妖刀竹光の効果をチェンジして発動していく。妖刀竹光を回収しながら、妖刀竹光の効果で黄金色の竹光を手札に加えることができるんで、これ実質4枚ドローできるんですよ。これね、だいぶ確率高いね。確率は高い、非常に。アナコンダ出すじゃないですか。これアナコンダ出すんですよ。でアナコンダでレッドアイズフュージョンコピって、うわです。フュージョンデスティニーだ、やばいって思ってるじゃん相手、多分フュージョンデスティニーだ、絶対にまずいぞ。デストロイフェネス機械が来ると思ってる相手に対していきなりレッドアイズフュージョンぶち込んでジルドラスとレッドアイズが誰やねんモンスターで融合していく。で流星竜メゼオブラックドラゴン融合召喚効果発動、レッドアイズモンスター相手墓地の食ってその攻撃の半分のダメージ与える、黒炎弾、そして妖刀の竹光を発動。さあ来い黒炎弾、はい神ゲー。きたこれ、きたこれ、しゃ、目に物見せてくれる黒炎弾発動、レッドアイズを対象にとって3500万、さらに
連続魔法で黒炎弾のカードの効果をコピー。くらえ黒炎弾2連打3500番かける2対戦ありがとうございました。ゴミー。いけそうだな。これは反動は悪くねえぞ。まあエクスパラディンかな。エクスパラディン召喚効果発動。エクスパラディンの効果によってなんかありますね。あの増殖する地位だったらね、あの大丈夫なんですけど、ちょっとうららだけ本当にやめてほしい。あ、増殖する地位はいい。最悪増殖する地位はもういい。そこまで展開したら1回だろ。 2回3回4回5回6回かな。6回なんで、まあ、その6回の間に回答札が引かれていなければいいので、ですね、まあイゾルで出すじゃないですか。まあいつもの動きですね。イゾルで出して、でイッサンとゾルデさん出して、で効果発動して、イゾルデ効果でデッキからなんか適当なモンスターを持ってきて、でイゾルデ効果ここにうらら当てられるのが一番きついんですよ正直。ここだけは本当に勘弁してほしい。大丈夫やった、オッケー。でですね、まあ妖刀の効果と、リナルドの効果が発動して、で妖刀竹光を回収していきましょう。妖刀先にあれだな、装備した方が一応良かった気がするけど、まあいいや。あ、でもここでカバーリングできるのか。これワンチャン、これあれだな、ここで黄金色の竹光のサーチを止めてくれるみたいな、まあ、そんなわけないか。まあそんなことはしないな誰も。でベルテアナコンダ、これ脅威の6枚ドローできますね。これかなり可能性高いですよ。これ脅威の6枚ドローできます。でベルテアラコンダがリンク召喚に成功した場合の妖刀竹物のここで黒金色を持ってきて、でベルテアラコンダでフュージョンデスティニー落とされるって思ってる相手の顔面にレッドアイズフュージョンとかいう謎カードを叩きつけて、でドラグオブレッドアイズ出てくるのかと思いきや、ジェルトラスとレッドアイズで、意味不明モンスター流星竜ベテブラックドラゴンをレッドアイズブラックドラゴン扱いで融合召喚していく。そしてメテオブラックの効果発動。さあ1400番をくらい。さあそろそろお楽しみのお時間ですよ。さあ6枚ドローといきましょうか。6枚ドローしたらいけるだろう。来い黒炎弾。よし黒炎弾は来た。あとは黒炎弾から連続の方でいい。いけるぞ。ジョーロジー来たー。神ゲー。まあ一応引いとくか。きっとお相手のお相手氏、ご着席ありがとうございました。黒炎弾発動3500番。お相手氏ご着席ありがとうございました。7000番。ミスラサウルス。なるほど、今さらそんなカードの効果を使ったってな、何の意味もねえんだよ。お前のライフはこのターンでゼロになるからな。じゃあな、楽しいデルやったぜ。先行着席伝説。先行取れた場合だから意外とね、イゾルで立てられれば、そうだな、成功率 10% くらいかな。まあイゾルでムーブできればね、そのくらいはある。意外と高い、思ったよりは。ああエクスパラディン、ちなみにあれですよね、エクゾディア、なんかその揃えるムーブ先行でやるデッキあるじゃないですか。あれはもうなんかルート決まってるんで勝率 100% らしいんで、まあ先行案件だと一番その可能性が高いというか、そのなんだろうな、確率が高いのは多分エクゾディアパーツ揃えるあの動きですよね多分ね。あれすごいですよね。まあちょっとツイッターで上がってた動画なので、ちょっと動画にするとなんかパクリ疑惑みたいなのがあるんであれですけども、できないですけども、ぜひね皆さんも気になったら調べてください。なんかイゾルで確定するとなんかエクゾディアが必ず揃うっていうなんかやばい動きが、しかもこれ相手ターン渡さないでね今できるらしいんですよ。すごいですよね。でリナルドでこれあれですか、これ同じような動きしてるな、お互い同じ動きしてんな俺。坊やくしくも同じ構えだってやつか。やばい、これ相手を黒炎弾打ってくるタイプ、あーそっちのタイプ。あそっ
ちのクソゲーのタイプ。あの僕ねそのカード嫌いなんだよね。いやーやめてほしいな、メインフェーズ1スキップは。ちょターミナルワールドと覇者の一貫先やめて。燃えたけ水はもう最悪いいわ。いい、わかった、やめろって言ってるだろ。デュエルしようよ、デュエルしろ、デュエルしろよ。お前は楽しいか、そんな列挙使って。おい楽しいかって聞いてんだよ、そんなカスみたいな列挙使って。だこのクソデッキ、誰だよこのデッキ動画にしたの、ふざけんなよ。おお、おかしいよ、絶対おかしい。いやこれね、でもね全部ね、いきなりコナミっていうやつなんですよ。コナミってやつがねこんなカードを吸ったからねこんなことが起きるんですよ。いや本当にマジマジでコナミ許さん。